おはようございます。今日は10月14日月曜日、時刻は8時、48分です。気温は17度ぐらいです。今日はお昼27度ぐらいまで上がるという予想です。今日も お昼水浴びをして頭を洗いたいと思います。今日の朝ごはんは、まずグレープフルーツのジュースとコーヒーを入れます。で、バナナとチーズで玉ねぎときゅうりとレタスで、桃ハムで、この黒糖ロールで、バーガーみたいなのを作って食べたいと思います。でマヨネーズ、それではいただきます。こんなのを作りました。きゅうりときゅうりとレタスと玉ねぎとで、これなハム、チーズを入れるの忘れた。チーズを今からまた切って挟みます。はい、だいぶ洗濯の方も進んでおります。これは羽布団の虫干しです。で自分の洗濯物もしたりして、で今シーツを洗濯しております。もう大丈夫で、ゴミの分別は失敗して持っていきませんでした。ここはなかなか厳しいんです。何が何か分かりません。Anyway、これを出すにして、お昼ご飯にしたいと思います。お昼ご飯はマイフェイバレイト、このチラシ寿司、4ドルのチラシ寿司、それになんかこのイカなめろう、はい、12時になりました。これ足をかけて上がります。この塀に今日はどうやって暑いかな。ちょっとぬくい感じだな。はい、そこのスピーカーからお昼のミュージックが流れてきます。今日は快晴です。快晴というかちょっと雲があるけども、ものすごいいいお天気です。はい、平和な与謝野町のにお昼が来ました。はい、パパジンも今からお昼ご飯を食べます。いただきます。今日は納豆と豆腐と卵です。ならいただきます。ただいまの時刻は12時半です。これらはもうオールモスト乾いてますが、今からまたヤギに、行こうと思います。荷物をまたごっそりと運び込みます。この大物の食器棚を運ぼうとしております。はい、ギリギリ乗りました。こんな感じです。ギリギリ乗りました。はい、すっかり布団は運び込みました。あと重たいこのミシンは無理です、一人では。
ミシン、ね、このアンティークのミシン、これまだほら段ボールがついてる真っさらのミシンです。3時15分です、今からヤギの家を出発します、安全運転で帰りたいと思います。もう今日もフルに積みました。今日がこれ4回目です。地上2階のものはほぼ積み終わりました。こんな感じですね。助手席にももうすのこ積んでますし、はい、出発。ただいまの時刻は4時半です。無事に戻ってまいりました。おいしょ。これが4回目の荷物。はい、これをアンロードします。その前に洗濯物が全部乾いてるから取り入れます。グッと、ほっといたらもうちゃんとこうやって仕事ができとる。グッとね、こんだけのものが洗濯物取り入れます。もうちょっとです。食器棚これです。でその下は座布団引いてます。もうちょっとです。これが一番の今日の大物。全て下ろしました。はい、
はい、こんな感じです。こう積むときはこれ引き出しとか全部抜いて積みました。ここにガラスやらな、棚やら全部あります。これを食器棚と、何遍もこれ入れたり出して入れたり出したりしてるけど、この食器棚と入れ替えようと思います。これとチェンジ。はい、明日です。今晩のおかずを作っております。この残りの おでんに、ネギを、ネギと、これは何や、舞茸かな、を入れようと思います。で、今お隣の小八郎さんがナスビのからし漬けを作ったんくれはりました。おいしい、味してるわ、からしの効いて。おおきに。ただいまの時刻は6時です。こんな感じで今からこれを炊きたいと思います。グツグツとね。で、このおでん食べた後、またおつゆ置いといて、うどんを炊きたいと思います。これは明日うどん。はい、運び込んだ荷物、こんな、これは兄弟です。こう鏡、兄弟です。ね、こんだけの布団類です。これは明日オーガナイズしようと思います。で、今日ね、洗濯したもの、こんなんはイージー。はい、はい、シンプルな晩ご飯です。ご飯に、そのこの下はおでんです。で、この豆腐は味が多分ついてないから、このポン酢で食べようと思います。で、あと小八郎さんがくれはったナスビのからし漬けで、あと白菜の漬物、柚子の味みたいな。で、あとこの、なんやだ、この沖縄のやつ、もずくです。で、これをシンプルに、ゆっくりいただきたいと思います。せや、日本酒があったから、日本酒もちょこっと飲むかもわかりません。はい、 Thank you for watching. See you tomorrow. Good night.